ということでございましてですね。はい。行きましょう。こちらですね。今週、ボキ大喜利。大喜利やってますよ。ボキ大喜利。今週のボキ大喜利お題は、世界献血者デー。献血を始めた理由第13位は何？世界献血者デー。献血を始めた理由第13位は何？ということでね。ございますよ。ボキ大喜利でございますよ。ボッケ大喜利のね、この、何ですか？これね、どうなんだろう。世界献血者デーで合ってると思うけど、もしかしたら世界献血デーとも出てくるんですよね。ネットで検索すると。多分世界献血者デーで合ってると思うんですけれどもね、献血。これはどういう理由だ？命を救うための贈り物である、献血に協力した人に感謝し、たくさんの患者のために献血が欠かせないことを知ってもらう。ために制定された国際デー。 ABO 式血液型を発見したオーストリアの生物学者カール・ラントシュタイナーの誕生日が1868年6月14日であることから、これ6月14日なんですよ、世界献血者デーっていうのはね。ちょっとね、ラジオ局さんによって放送日が違うのであれですけども、まあ6月14日に放送しているラジオ局さんもあるということでね、この6月14日がこの世界献血者デーということで今回のお題とさせていただきました。はい。献血ね、皆さんしたことありますかね？どうなんでしょうね。献血どうですか？献血皆さんしたことありますでしょうか？まあ岡崎はしてない。まあここではちょっと一旦伏せておきましょう。伏せておきましょう。でもあんまり聞かないよね。献血でね、あんまり聞かない。ああ、ロビンちゃん、したことないですか？したことない。ああ。ねえ、そうなんですよね。ちょっとね、あ、もう、すいません。僕もね、ちょっともう、白状します。献血したことないんですよ。献血したことないんですよ。なんかね、大阪の守口市で音楽イベントやった時に、ちょうどなんですか？献血の車もね、献血車じゃないな、あれ。献血のブースがあったんですよ。ライブ会場というか外のね、ライブ会場で献血をするブースがあったから、あ、ちょっと岡崎今まで献血ってやったことないけど、ちょっとやってみようかしらと思ってね。で、ちょっとライブする前にね、ちらっとそのブース行って、献血って、ちなみに僕昨日ちょっとほとんど寝てないんですけど、献血ってできるもんですかねって言って、いや、やめといた方がいいと思いますよって言われました。はい。もう本当に、今日逃したらもうせえへんかもしれんなと思って聞いてみたら、まあ言わんかったらよかったんですけど、まあ、ほぼ寝てなかったのかな、ライブ前にね。ちょっとでも、いや、でも献血しとかなあかんけど、若干ちょっと体調は良くないぞと思いながらね、それでちょっと聞いたら、まあちょっと今日はその体調がね、あんま寝てないんであればやめた方がいいみたいなね、ことを言われた感じですよ。確かそんな記憶、もう結構昔だからね。それ以降ね、献血者をここ数年見てないとか、ここ数年ほとんどね、外出歩いてないんでね、ちょっとわからないんですよね。あと献血エピソードで言ったらね、本当に献血の献血の車自体もね、よくね、僕、職場行くときに、大阪のね、これ、北区の梅田、大阪の梅田ね、ヘップ前ってわかりますかね、ヘップ前。ヘップ5っていうね、あれ何、商業施設があるんですけど、その前で、その商業施設の目の前で、よく献血の車が止まってたんですよね。その時期、数年間僕はよくその前通ってたんですけど、駅から職場に行くその間にね、献血の車があったんですよ、ヘップ前にね。よくそこでね、献血の車止まってた記憶があるんですけどね、一回だけめちゃくちゃなんだ、なんかちょっとなんて言うんですか、献血どうですかみたいな、 A 型 O 型が足りませんみたいな、なんか看板持ってね、言ってるパターンあるじゃないですか。そういうシステムなのかな。どこもそうかは知らないけど。なんか A 型が足りません、O 型が足りません。献血お願いしまーす、みたいなね。ね。そんな感じだと思うんですけどね。一回ね、もうほんまに、なんで、
もうなんて説明したらいいんだろうね。見た目はね、あれ、ビッグダディみたいな感じの人だったね、それ。ビッグダディみたいな人でね、ちょっとね、なんだろうな、ちょっと威圧的な感じで、ね、で、なんだろう、若者な、高校生ぐらいかな、高校生ぐらいの若者が自転車でピューって止まった、その辺で待ち合わせしてたんでしょうね。ピューって止まってね。ちょっとこれはちょっと、なんだろうな、言い方が難しいな、もうはっきり覚えてない。はっきり覚えてないよ。はっきり覚えてないけど、その献血を求める、そのビッグダディみたいなおじさんが、お前ら、暇してるんやったら献血せえ、みたいな感じで、こんなにひどくなかったかもしれん。そんなぐらいの勢いで、ね、まあ、子供たちに言ってたんで、でも子供何歳かとかあるのかな、献血って。ちょっとわからないですけど、そんな感じでね、この人すごい威圧的に、献血でこんな威圧的に言ってくる人いるんだっていう、印象があります。ヘップ前で。でもこれだいぶ前ですよ。ほんまに。もう。5年から10年前ぐらいかな。うん。5年ぐらいは経ってるかもしれん。うん。5年から10年ぐらい前。すごいやつ的な、ビッグダディみたいな見た目のね、ねおっちゃんがね、すごい。お前ら、その暇してるんやったら献血ぐらいせいや、みたいなぐらいの勢いでした。すいません。はっきり覚えてないよ。なんて言ったか。なんてそんなぐらいの勢いで、若者たちに言ってたからね。うん。なんか、そんな、献血の車の印象で残ってるのそれだけなんですけど、よく止まってるなーって、ヘップ前によく止まってたなーっていう記憶があるのと、そのイメージがありますということでね、さあ、ボッケ大喜利ですね。ボッケ大喜利はですね、このお題ですよ。もう一回言っときましょうか。世界献血者で献血を始めた理由、第13位は何？ということでね。献血あんまりしたことない方が多いんじゃないかなと思いますけどね。私の職場でね、でもね、何人か献血してる方が多分いるんですよ。うん。なんか、仕事と仕事の合間に献血行ってきますみたいな言ってた人とかがいたんでね。意外と献血してる方っていらっしゃるんだと、私は思いましたね。でもね、まだしたことないんですよね、献血。ちょっと、いずれしないといけないなと思ってるわけでございますけどね。はい。ボケ大喜利ね。ラジオを聞きの方、こちらですね。ボッケーラジオですね。収録番組となっておりますので、今最高の回答思いついた方いらっしゃっても、ラジオ聞いてる方で最高の回答思いついた方いらっしゃってもね、私の方にパッと届きませんのでね、ツイッター X の方で前もってお題出してますんで、そのツイッター X の方で回答いただければなと思っております。ツイッター X の方でございますね。もしくは、配信アプリ、ワンセブライブ、17ライブ、こちらの方でも、やってるんですけど、ボケ大喜利やってるんですけれども、まあ、いつやりますよっていう告知、17ライブ、ワンセブンライブの配信告知っていうのはやってませんので、まあ、たまたま見かけられましたらご参加いただければなと思います。はい。で、ご回答いただいた、大喜利の回答に関して私が独断と偏見でね、ボッケでつけます。ボッケでつけますよ。ボッケ。1個だったり、2つだったり、3つだったり、ボケをつけていきますんで、そのボケの数を競い合いましょうという、そういう形になっております。ボケ大喜利でございます。はい。結果 MVP を決めるということでね、1ヶ月間で一番ボケの数が多い方が優勝という形になっておりますんで、皆様ふるってご参加よろしくお願いいたします。はい。それでは行きましょう。まず、Twitter X から、プッチョアンさんの回答でございます。ありがとうございます。プッチョアンさんでございます。プッチョアンさん。星になったのか、会えたかい。まずツイッター X からプッチョアンさんの回答でございます。ありがとうございます。プッチョアンさんでございます。プッチョアンさん、さあ行きましょう。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？そこに献血カーがあったからさ。なんと、スリボケ、かっこいい。献血を始めた理由、それは何なのかと。そこに献血カーがあったからさと。あれですね、登山家みたいな、そこに山があったから。って、なんかそんな言葉ありますよね。野口健さんの言葉、あれ。なんか、なぜあなたは山に登り続けるんですか？なぜあなたは山に登るんですかという質問。インタビュアーからの質問からね、そこに山があったからというね、
そういうことを言ったのは、誰でしょうか。はい、野口健さんでしょうか。すみません。アルピニストって言いますよね。あれ、アルピって何？アルピなんちゃらってあるんでしょ？山登りのことを、山はだってマウンテンでしょ？マウンティストとかじゃないですもんね。あれ、アルピニストってなんだろうね。アルピニストって今思い浮かぶのは、すみません、野口健さんと、あと、ちょっと前に亡くなった方、クラウドファンディングかなんかでやって、登山して、一回あれやね、一回登山、どっかの登山失敗して、指とかが結構なくなってしまって、もう一回登山して、ちょっと、お亡くなりになった方がいらっしゃると思うんですけど、ね、結構若い方でいらっしゃると思うんですよ。まあでも、結局、誰だ？そこに山があるからって、誰が言ったんだ？わかりません。そこに山があるから、そこに山っていうのはエベレストのこと。さあ、まあ、誰なんだ一体。ちょっと今誰か、野口健さんやと思うんやけど、違ったらほんま申し訳ないなと思ってね、一応確認取っとこうかなと思うんですけどね、誰が言ったわからないな。そこに山があるから。誰だ。全然違うわ。野口健さんじゃない。すいません。イギリスの登山家、ジョージ・マロリーさん。なぜ山に登るのか。そこに山があるからだ。この言葉を哲学的な意味で捉えれば、山は人生に似ている。みたいな、そんな風に書いております。はい。すいません。全然違いました。はい。続きまして、回答。プッチョンさん。いただきました。行きましょう。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？暴れたい衝動に駆られたのでクールダウンするため。そんな理由で使わないでください。すごいボケ。そんなクールダウンさせるためにね、使わないでくださいよ。献血をね、献血って献血科以外でも病院とかでもやったりするのかな。ちょっとほんまにわからん。ほんまにやったことないからね、全然献血のルール注文が私にはわかりませんけどね。さあ、行きましょう。さあ、プチャンさんの回答さらに行きます。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？単なる献血マニア。パンツスリム。献血マニアってね。確かに献血ってなんかスタンプカード、ポイントカードみたいなね、スタンプのやつがあるんですよね。最近だとアプリみたいなのもあるんですか？全然知らんけど。なんか献血のカード持ってたな。カード見たぞ。スタッフさんで献血これから行きますわ言ってた人、スタンプカード、私こういう感じで行ってるんですわ言ってたから、行くんや献血って思って、どこまでわざわざ献血する場所まで行ってんのかなと思ってて、なんかね、スタンプカードみたいな日付とか書いてるやつがありましたね。はい、さあ行きましょう。プッチャンさんの回答行きます。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？チックタック、チックタック、時計の音を聞いていたら、なんか献血したくなった。チックタックの血が、血の血です。ブラッドの血です。ハンツスリボクね、ラジオじゃ伝わりません。チックタック、チックタックの血が、漢字の血だったんですけど、それはさすがに、ラジオでは伝わりませんので、私が説明させていただきました。はい、さあ行きましょう。ヨッケンさん。ツイッターありがとうございます。ヨッキョンさんからの回答でございます。さあ行きます。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？ドラキュラが絶滅の危機にあったから。ワン、ツー、スリー、フォー、キー。絶滅、これ多分ね、絶滅なんだよな。絶滅っていう感じになってるから、絶滅ってこの漢字知らないけど、説明の説に、メールの名ですね。絶滅って書いてるけど、多分絶滅なんですよ。ドラキュラね、ドラキュラね、ありますよね。ドラキュラなんですか、血を、取る人。実際のあれですよね、何？実在するんですよね。ドラキュラっていうほどじゃないですけど、実際、
主な食事を血液っていう形の人が多分外国にいるんじゃないかな。なんかで見た気がする。うん。なんか栄養的なもんで、とか、なんか、その、特質性、体の特徴、体の特徴っていうの？なんか血液取ることに対して、取った方がいいみたいな人がいるみたいですよ。はい。なんか、それを、家に血液を冷蔵庫かなんかに保管してて、それを摂取するみたいな人がいたような気がするんですけど、間違えたったらすみません。はい。血液ね、ドラキュラね。ドラキュラ、ね、これ、確かにね、まあね、いろんなことがありますよ。ドラキュラも絶滅するんでしょう。なぜドラキュラってあれできたんだろう。なんか、ドラキュラってこういうことだよね、と思ったことがあるんですよ。何だったかな？忘れちゃったな。うん。プッチャンさんの回答行きましょう。世界献血者で、献血を始めた理由、第13位は何？13日の金曜日で血が飛んでるのを見て、サブリミナル効果で。ワン、ツー、スリー、オッケー。あ、間違えた。ワン、ツー、スリー、オッケーでございます。ふっちゃんさん、ありがとうございます。はい。あ、これ、第13位と、これ13日かかってるのかな？うん。第13位は、岡崎が適当に13位ぐらいにしようと思っただけなんで、特に意味はないです。はい。13日の金曜日、あれですよね、あの機械何あれ。ブーンってなるやつ。あれなんていうの？あの木を切るやつですよね。名前が出てこない。木を切るやつ。ブーンみたいなやつですよね。あれを持った、あの仮面の男。名前が出てこないね。13日の金曜日のフランケンシュタインじゃなくて、アインシュタインじゃなくて、出てこないぞ。うん。あの、仮面をかぶってる男ですよ。出てこない。仮面をかぶってる男の名前も出てこなければ、あの、木を切る道具の名前も出てこないぞ。うん。何だったかしら。ちょっと。マジで思い出せない。アインシュタインじゃなくて、誰だ？ノッキーみたいな名前。ノッキーじゃないな。うん。出てこないな。次行きましょう。プッチャンさん。ちょっとでも気になる。13日の金曜日。フランケンシュタインじゃなくて、誰だったかな。13。そうですよね。誰だ。いやー、思い出した。見た。ジェイソンさんですね。ジェイソンね。で、ジェイソンが持っているものは、これなんだ、チェーンソーやな。チェーンソーは、ごめんなさい、僕読んでないの。チェーンソーは、今頭に思い浮かんだ。チェーンソーは思い浮かんだぞ。ジェイソンは出てこなかったけど。ジェイソンは完全に思い出せなかった。でも、チェーンソーは、調べてたけど、文字が出てくる前に、私は分かりました。さあ、行きましょう。次、プチャーさんの回答。世界献血者で献血を始めた理由、第13位は何？波佐間寛平さんのチースータロッカを見ていたら、なんとなく。チースータロッカ。全然見る機会あります？最近吉本新喜劇とか出てるんですか？波佐間寛平さん。チースータロッカっていうね、ほぼほぼリアルタイムで見たこと、リアルタイムではやってないもんね。ほんまそのギャグがね、そのドンピシャな時代は見てないので、新喜劇でやってたと思うんですけど、吉本新喜劇でね、見てないんですよ私。吉本新喜劇はよく見てたけどね、僕波佐間寛平さんが出てるタイミングの時ってあんま見たことがないんですよね。はい、それもちょっと後なんですよ。さあ、回答、ツイッターからラビさんですね、ありがとうございます。はい、ラビーさん、ありがとうございます。いきます。世界献血者で献血を始めた理由、第13位は何？高校1年の冬休み、同級生数人と献血しに行ったら、早生まれで16歳になっていないのが自分一人で断られたのが悔しかったから。なんつ、すりぼけ。これは実話なんですかね？実体験ですかね、ラビさんのね。
なんなら、あの、献血を始めた理由、第13位であるけど、もうこれ、あの、16歳になってない自分一人だけって言ってる何人かで、すでに献血しに行ってますからね。てか、献血って16歳からなんですか？すいません、ちょっと分かってなくてね、16歳からなのかな？一応ちょっと調べとかないとね、間違った情報をね、お伝えするといけないのでね、一応確認、献血は何歳からというね、それはね、本当にね、あ、何歳から何歳までとかもあるのかな？ちょっと分からないですけどね。あ、え、男性女性って違うの？え、そうなの？いろいろあるのね。そうなんだ。そうですか、そうですか。あ、でもちょっと、もしかしたら、あ、なるほどね。ちょっとすいません。200ml の献血は男女とも16歳からできますということらしいです。400ml は男性は17歳から、女性は18歳からできるというふうに書いてますね。200ml から男女は16歳からいけると。ということですね。あと年齢もあるのかな？上もあるのかな？ちょっとはっきりした情報かどうかはわからないので、ちょっとまたご確認ください。体重とかもあるんですね。体重とかもあると。なんか何キロ以上じゃないといけないとかあるのかな？血圧とかも規定があるのかな？脈拍とかもね。ちょっと詳しくは、多分こちら、赤十字ですか？日本赤十字社のホームページを見ていただければわかるかなと思います。はい、次行きましょう。さあ、ライブさんの回答いきます。あ、ちょっと急いでいきます。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？毎年血液型が変わる家系なので、確認のため、ファンツするわけ。毎年血液型が変わる、あ、血液型が変わる家系っていうのがあるんですか？そう。そう、血液型って変わりますよね、多分ね。ちょっとこれは、ちゃんと調べてないから分からんけど、私ね、岡崎、子供の時にね、まあ、小児喘息だったんで、子供の時によく病院行ってたんですけれどもね、その病院の先生がね、あ、血液型変わってないね、みたいなこと言ってたんで、あ、血液型って変わるんだって思ってます、僕。ちょっと、その印象残ってるんですよ。お医者さんが、あ、血液型変わってないね、みたいなことを言ってたんで、あ、変わるもんなんだって思ってるんですけど、実際変わるんですかね？どうなんですかね？まあ、ちょっと次も行きましょう。ぷっちゃんさんの回答いきます。はい。世界献血者で献血を始めた理由、第13位は何？蚊に血吸われるくらいなら献血したろかい。なぜ喧嘩越しなのかは、何に対して、蚊に対して喧嘩越し、蚊に血吸われるくらいなら献血したろかいと。いう回答でございますね。はい、ラビさんの回答いきます。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？交通違反を見逃してもらう代わりに半年ごとに献血するっておまわりさんと約束をしたから。ワンツースリーバック。ね、どうなんですか。ちょっとそれは、優しい、世界にとって優しい警察官と言っていいのか、ちゃんと仕事しろという警察官なのかわかりませんけどもね。はい。そんな方はいないと思いますけれどもね。まあでも、世界に優しいかもしれませんね。はい。じゃあ次書いていきましょう。プッチャンさんの回答。世界献血者で献血を始めた理由、第13位は何？献血館の前に可愛い細菌ナースが立っていたので、ついつい、ワン、ツー、スリーバッケ。ナースなんですか？プッチャンさんって確かね、細菌さんって言うんですよ。プッチャンさんっていう。ラジオネームというか、ツイッターネーム、X ネーム、佐伯さんなんですよ、おそらくね。佐伯ナースって言ってるぐらいだからね。佐伯ナースが立っていたので、ついついて。自分の、プッチョナースとか、これ、まあいいや。プッチョナースとかじゃないんだと思って。はい、いきます。プッチョナースさんの回答。さ、ラスト回答でございます。ツイッター、今日はワンセブンライブさんからはないかな？ないな。いきます。世界献血者で献血を始めた理由第13位は何？小腹が空いてるけどお金なし。そうだ、献血してヤクルトとお菓子もらおう。ファンツーするわけ。なんかもらえるとは言いますよね。なんかお菓子とか。僕もね、昔なんだかな。テレビでね、スマップかな。スマップの木村さんが、キムタクさんがね、
献血してるとかなんか言うてた記憶があって、そこでなんかお菓子とかジュースとかなんやかんや DVD 見たりなんとかかんとかって言ってた、漫画読んだりとかなんか言うてた記憶があるんですよ。違う人かもしれないけど、でもテレビで見た気がするんですよ。うん、だからなんかもらえるんですよね。ちょっとわからんけど、ジュースとかお菓子とかもらえるんですよね。昔はあれですもんね、献血したらこれお金もらえたんですもんね、昔はね。うん、でもこれはあんまりなんか何かしら良くないということで、うん、それはなくなった制度ですよね。さあ行きましょう。ラスト回答読み終わりましたけれども、世界献血者で献血を始めた理由第13位は何ということでね、ございましてね。さあ行きます。さあ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 、今週、はい、今週 MVP 発表させていただきます。今週MVP は、ぶっちゃんさんでございます。ありがとうございます。はい。ということでね、今週 MVP はぶっちゃんさんでございます。世界献血者で献血を始めた理由。第13位は何というお題でございました。それではボケラジオスタートでございます。